皆さんこんにちは。今回は小車浩一さんの相撲協会退職や貴乃花親方の一門消滅騒動との関係に関する話を活躍をたどりながらご紹介しましょう。名前小車浩一、小車親方、本名中山浩一、誕生日1957年4月26日、出身地三重県津市、最高位大関、所属部屋佐渡ヶ嶽部屋、小車部屋、入門1971年名古屋場所、新十両1975年九州場所、新入幕1977年初場所、新関脇1978年初場所。貴乃花親方の相撲人生は波乱万丈でした。左膝の大怪我のため1978年初場所での関脇昇進後に幕下に転落しましたが、自身の代名詞ともなったガブリよりの得意技で1981年秋場所で初優勝を果たし、同場所後に大関に昇進、1985年九州場所を最後に引退し、優勝は2回でした。引退後は1987年3月に小車部屋を創設し、竹風さん、吉風さんらを育てました。今後はうちの弟子たちが違う部屋で上を目指すので応援していきたい、誰かが小車部屋を再興してくれることを願っていると思いを込めてコメント。2012年4月には巡業先で倒れて頸髄捻挫の重傷を負いましたが、懸命のリハビリで復帰、理事としても協会運営に携わり、ナンバー2の事業部長として元横綱北斗海の八角理事長さんをサポートし、コンプライアンス部長も務めてきました。2022年3月22日に公開された北の富士コラムでは、北の富士さんが琴風豪輝さんについて以下のように評価しました。取り組みの途中で小車親方の記者会見が放送された。私が一番印象に残っているのは、幕内上位下三役の頃に膝を大怪我して幕下まで番付を落とした時である。師匠である琴桜の佐渡ヶ嶽親方が付け人として巡業に参加させた。私も審判をして出ていたが、佐渡さん、佐渡ヶ嶽親方は審判を終わって着替える前に体を拭いて足も拭く。佐渡さんの綺麗好きは有名だった。その仕事を琴風にさせていた。幕内まで上がった力士に足まで拭かせるのは少しやりすぎに思ったので、佐渡さん、それはかわいそうだよと一言言わせてもらったが、佐渡さんは、いや、今が大事な時なんですと言って、その巡業が終わるまで足を拭かせていた。琴風も当然のように親方の身の回りの仕事に徹していた。その後琴風の膝は完治することはなかったが、普段の猛稽古で大関にまで昇進、幕内優勝も2度経験し、名大関として名を残した。親方となってからも巡業中の事故で首を大怪我し再起を危ぶまれたが、懸命のリハビリで奇跡的に再起し、協会のナンバー2の事業部長として八角理事長を支え続けた。文字通り努力の人であった。意味軸も引退の弁は努力は裏切らないであった。ご苦労さんでした。2018年4月19日になると、自らが領収を務める貴乃花一門から貴乃花の名称を外すことを申し出て、一門の親方衆から了承を得たことを認めました。貴乃花部屋関係者は、貴乃花親方は日本相撲協会内で様々な批判にさらされている中、このままでは一門の他の親方に迷惑がかかる、また一兵卒でやっていくと宣言した以上、自身の名前を掲げ続けるのは適当でないと判断したのでしょうと話しています。舞台裏では協会執行部の事業部長を務める小車親方と、貴乃花一門から唯一理事に当選した大野松親方の蜜月関係が見え隠れしているとも言われています。別の貴乃花部屋関係者は、貴乃花一門は今後2018年2月の理事選で当選した大野松親方が仕切る可能性が高い。彼は人付き合いが実にうまいタイプで、自分の信念だけで突き進んでしまう貴乃花親方ともうまく付き合ってきた。実は小車親方と親密で、場合によっては裏で手を結ぶことも考えられると語っています。実際理事1期生の大野松親方は、通常であれば教習所の所長が想定される役職ではなく、協会内でエリート職とされる審判部長に大抜擢されました。一方の協会関係者は、普通なら理事1期生の職務は教習所の所長あたりだ、その役職に貴乃花親方に近いと言われていた。理事2期目の山響親方が当てられたのだから何をか言わんや、
こんなことは教会の慣例にない人事だと指摘しています。また小車親方は八角理事長のポストを継ぐとの観測が教会内にはあるのだとか、元横綱で伊勢ヶ浜親方の春馬富士さんによる傷害事件に始まり、土俵上の女人禁制問題に至るまで不祥事が止まらない相撲協会で、気の休まる暇がない八角理事長さんを補佐して支えているのが小車親方です。これ以上不祥事が続くと八角理事長さんの責任問題が高まる可能性もあり、その場合体調面にやや不安を抱えているものの、小車親方が八角理事長の座を引き継ぐ可能性が浮上すると見られています。協会執行部と大野松親方が手を組めば、貴乃花親方はさらに孤立することになります。状況によっては一門からの離脱も辞さないでしょう。ただし当面は大野松一門に看板が変わったとしても、その中で活動を続ける意向を示しています。貴乃花親方は、私たちは一門というよりみんなで意見を出し合ってこれからの各界を考えていく集まりです、そんな親方衆ばかりですと話してきました。もともと貴乃花親方は一門にこだわっているわけではありません。2010年の理事選の際、各界で故富士大砲親方が領収の出羽海一門に次ぐナンバー2の勢力を誇る故二所ノ関親方が領収の二所ノ関一門から離脱することを決意し、これからの各界は一門という括りだけではいけないと一門制度にことを唱え、破門される形で飛び出しました。今でも貴乃花親方の色紙には横綱昇進時の口上、不釈神明、命を惜しまないを必ず添えているそうです。相撲協会関係者は、現役時代無気力相撲が蔓延していた時代にガチンコで22回も優勝した貴乃花親方に対しては、威風の念を持つ関取衆もたくさんいると語っています。相撲協会をめぐる混乱は収まる気配がありません。貴乃花親方、大野松親方、小車親方などの動きが協会の将来を左右する可能性もありましたが、小車光一さんは2023年5月11日に67歳で日本相撲協会を退職することを発表しました。小車光一さんは元大関で小車親方の本名です。1957年4月26日生まれの三重県津市出身で、後進に道を譲るべき、老兵は消え去るのみという信念から70歳の再雇用任期満了を待たずに退職を選択しました。会見では、本家からいただいた名跡なので本家の佐渡ヶ嶽部屋に小車の名跡を返納するのが筋だと思うと語っています。小車光一さんは、後悔はないですよ、やりきったという感じですと親しい知人に伝えており、潮の満ち引きのような相撲人生を経て、最後は信念を貫いた一本道で53年の相撲人生に終止符を打つことになりました。協会退職後の進路は不明ですが、各界に大きな足跡を残した伝説の大関として長く語り継がれることでしょう。相撲協会の職員を最後まで務めた小車光一さんには、厳しい修行の末に大関に昇進した実力者としての一面と、理事や部長職を歴任した実務家としての顔があります。相撲人生に賛否両論があったかもしれませんが、最終的には老兵は消え去るのみという自身の信念に従って退職を決め、丸く収めたのでした。今回紹介した小車光一さんの相撲協会退職や貴乃花親方の一門消滅騒動との関係に関する話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。